はい、こんにちは。プリンパパです。今日はみんなでドッグランにやってきました。夏場は来れなかったんですが、ちょっと涼しくなったので、ここは貸し切り、プライベートのドッグランです。結構広いです。中は真っ平らなフィールドではなくて、少し傾斜があります。この傾斜がまた何とも微妙で楽しいような感じで走っています。お、レオン君は何か匂いが気になるそうで、クンクンしています。ボール遊び。もう一頭連れてきましたが、一番女王様のかなちゃん、多分バーベキューのテーブルの下でゆっくりしていることだとは思います。スイッチが入ってたまに爆走。こういうオフリードにしてのびのびと走る、そういうリフレッシュな時間も必要ですよね。全速力で走るとやっぱり気持ちよさそうです。今シーズンはこのプライベートのドッグランを不定期に借りて、みんないてるワンちゃんを連れてきて楽しみたいとは思います。私のところから結構アクセスも良くて、そんなに負担にもならないので、今シーズンはこのフィールド貸し切りのドッグランを利用したいなと思います。あ、女王様、テーブルのセットのところをうろうろしてるだけです。走ることはほぼなし。でも気持ちが良さそうにしています。まあやっぱりプライベートなドッグランは自分たちでこの時間と場所を使えるので、やっぱり楽しいですよね。公共のドッグランだと、まあ、こうはいきません。プライベートならではの良さというところですかね。緑に囲まれたこのドッグランの中で気持ちよく走っています。ドッグランに来てフリーで遊んでるだけなので、特にトレーニングのお話とか親子たち情報などはありません。みんなが走っている姿を最後の方までご覧ください。今シーズンはこのドッグランを不定期に使いますので、今後もこういう配信、他のワンちゃんも走ったりしているところを配信したいと思います。今日はこの3頭ですが、次回は何頭くるか分かりませんが、それぞれまた違ったワンちゃんのドッグランでの様子を随時配信したいと思います。ドッグランシリーズといったところです。レオン君、ちょっと足上
げながらおしっこしてましたね。誰かの匂いが残っていたのかもしれません。この二人は本当にいいムードメーカーのようで、よく走っています。この二人はほぼ毎日走ったり何かトレーニングをしたり、常に毎日が運動、必ず必須といったところでしています。走っているところのビデオを回しているので、こちらが何かビデオを構えながら目が回ってくるような感じがします。こういう風にちょっと斜めに傾斜地になっています。ここは犬専用ということではなくて、ゴルフのアプローチ練習でもレンタルしているようです。多目的な広場といったところですね。土曜日曜は何かバーベキューをされる方で予約がいっぱいのような感じで、なかなか予約が取れないです。私はこうして平日に予約が取れて来ることができるので、これからも予約状況を見ながら、自分のスケジュールと見ながら予約してここに遊びに行きたいと思います。ワンちゃんにとってはいろんな刺激があって、お出かけもさぞ楽しいことだとは思います。ではこんな感じで、また不定期にドッグランの模様、ドッグランシリーズを上げていきますので、今後ともよろしくお願いします。また他に犬のしつけトレーニング役立ち情報は随時配信していきます。今後ともよろしくお願いします。今日はドッグランシリーズのビデオでした。最後までご視聴ありがとうございました。ではまたよろしくお願いします。